おおおおおこんばんは、エビスマート TV のお時間です。細井さん、こんばんは。聞こえますか？はい、聞こえます。多分あのちょっとね、今日もズームのトラブルで、あのマイクを細井さんに寄せてやってますんで、実はちょっとちゃんと聞こえてないかもしれない。あ、ちょっと喋ってもらっていいですか？はい、こんばんは。今日は松山からお送りしております。はい、ありがとうございます。すいません、聞こえました？うん、なんとなく多分ちょっとね、こっちは聞こえてるんですけど、YouTube の方でしっかりと聞こえてるかどうかはちょっと。ああ、そうですか。まあそれはちょっとまた後で確認しましょう。はい、はい、はい。まあ今日はあのいつもねやってたあの総裁選の話、はい、うん、がね気になるところで、でも決まりましたね、決着がつきましたんでね。つきましたね。はい、バランス派の岸田さんが最終的に決まったということで。はい、まああの、うん、まあ高市さんがね理想的じゃないかとは思ってましたけど、はい、まあ、ところで落ち着いたんじゃないでしょうか。うん、やっぱり全てはバランスなんですか？そうですね、まあいろんな力学が働いてるので、あれに関してはい、うん、分からないですけどね。まあでも一つ分かったのが、やっぱりマスコミが結構いい加減なことやってたんだなっていうのはちょっと思いましたね。本当ですよね。なんか普通に河野さんの方がすげえ、うん、まず最初取るっていう感じだったのに、はい、うん、いやなんかもう河野さんの人気がすごいとかね、うん、人気がすごい石破さんとか小泉さんの応援があるとかね、うん、全然そんなことないわけですよね。蓋開けてみれば、ね、はい、あ、まあ、ですから、まあ、どっかの大きな力が働いてるんでしょうね。うん、うん、そういうことか。残念ですけど。そういうことなんですね、うん、なんかね事前のやつも含めて完全に河野さんだったんで、はい、うん、もう結果を見て唖然としたというか、番組でもね安全保障の話しましたけど、うん、はい、結局、まあ、国の政治っていうのはそこが、まあ、根幹部分でですね、うんうん、それがあっての、まあ、その国内の政治、うん、ね、こととか社会保障とかね、うん、なことあるわけですけれども、はい、まあ、あのとこ飛ばしてる人がその総理っていうのは、まあ、本来ありえないんですよね。はい、はい、そっか、まあ、そところでまあまあのところに落ち着いたような気がします。わかりました。了解です。ありがとうございます。まあ、コロナもね、はい、落ち着いてるんで、まあ、これから、はい、新しい総裁になって、はい、新しいいわゆるこうニューノーマルですかね。そうですね、うん、その世界で他におそらく総選挙が投票があると思うので、うん、うん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 、またそれに向けてガヤガヤするんだろうと。そうですね、はい、実はね今日のスタジオみかんをブラーって並べてるんですよ。あ、そうなんですか、はい、ちょっとこっちから見ないんですけど。見ないですね。あの実はあのもう極早生がその出荷され始めたましたんで、宇和島は、はい、うん、であのちょっとお世話になってるみかん屋さんからみかんをいただいてたんで、あ、ブワーっとちょっと並べてみました。あの、はい、放送でお願いします。アーカイブでまた見てみてください。今日はお肉の特集ですね。そうなんです。今日はね、あのお肉大好き、いい肉の、はいはい、方に来ていただいて、はい、小林さんっていう方に来ていただいてて、はい、はい、僕もなんかね食べに行ったことありますけどね。うんうん、あ、そうなんですか。ええ、イメージ的にはいい感じですか。もちろんですよ。おお、はい、了解です。じゃあ、はい、ちょっと本人をこれからお呼びして、はい、はい、お肉に関していろいろお話を聞いてみたいなと思います。そうですね。はい。楽しみに見てください。はい。はい、じゃあこれはドローンします。ドローン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 。ありがとうございます。あ、では小林さん。おお。もうなんか食いしん坊そのままじゃないですか、小林さん。ちょっともう食べてるってどういうことですかこれ。どうも。ね。あのみんな一生懸命喋ってる。すいません。食べてるってどういうことです？もう半分以上食べちゃう。え、それは何でしたっけ？これはあのお店で売ってる焼肉丼を、うんうんうん、あのおかず倍にして持ってきました。うん、おかず倍にしてね。
で、こっちはそれサーロイン丼ですね、うん、僕食べてないですけど、サーロイン丼、あ、こっちの方が、こっちの方がどっちかというとええやつですね。ええやつ、ええやつ、うん、あ、ちょっとカメラ見せますかね。カメラ見せましょうか。こういう感じの丼です。インスタの皆様、こんな感じの丼です。いや、別にあの、ごめんなさい、あの、その、まあまあ、でもいただきますかね、はい、せっかくなんでね、一つぐらいね、はい、ちょっといただいて、でも食レポとか僕やったことないから、まずちょっとじゃあいただきます。めっちゃうまいでしょ。うん、めっちゃうまい。これ何これ。サーロインです。宇和島産牛のサーロインです、ね、うん、うん、これやばいよマジで。めっちゃ美味しい。先ほど炭火で焼いてきました。うん、よこちゃん食べる？そういう問題じゃない？めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいこれ。はい、まああの、後でまたあのいただくとして、今日は宇和島で、焼肉のいい肉をやってる小林さんに来ていただきました。はい、夢スマート TV いいなぁ、いろんな人を呼べてありがとうございます。さて、ちょっと自己紹介をお願いしていいですか、はい、いつどこで生まれて、ジャニーズに入ったのそんなのネタはいいんすよ。真面目なやつでネタはいいんすよ、すいません、はい、はい、実はですね、うん、あの先ほどいい肉という1129と書いていい肉と読むんですけど、うん、私の誕生日が、11月29日、はいはい、生まれ、はい、宇和島で、はい、生まれてですね、なんと牛年、はい、うん、牛年肉に愛され、うん、牛にも愛され、うん、生まれてきた私なんですが、うんうん、まあ、3歳の時から、お肉の英才教育を受けるんですね。3歳の時からスイミングに通ってて、うん、でその時なんかこうワッペンがあるんですけど、それを取ったら焼肉に行くっていう謎のシステムが、あの、私の家にありまして、おーおー、じゃご両親がそうだったっていうことですね。そうです。で、まあ、その時からもずっと毎月焼肉を食べ行くっていうシステムが、まあ、どこの家庭もあるかもしれないですけど、私の家だけかもしれないんですけど、うん、行ってて、うん、で、まあ、そこからですね、15歳の時に、うん、まあ、高校に行くわけなんですけど、うん、高校に行った時に、うん、当時付き合ってた、うん、彼女に見せられた DVD を見てですね、うんうん、いや飲食店やりたいなっていう、うん、気持ちになりまして、で、どんなだったんですか。それまたちょっとこれ言っていいんかな。うわあ、そういうこと。はい。あ、そういうことね。はい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 、でもそっからそう聞く。それはその DVD の内容はあのお店に聞きに来てくださいね。そっから、ああそういうこと。ああそういうこと。はい、あ、別にあの変なやつじゃなくて。変なやつじゃなくて。じゃなくて。そう。あ、びっくりした。はい、ああ。なんでそこに繋がるのっていうまたストーリーがあるんで、それ話し出すと1時間ぐらいかかっちゃうんで。ああ、そうなんだ。まあでもあの映画のタイトルとしてはコヨーテアグリっていう。コヨーテアグリ、はい、のっていう、ね、映画を見てですね、うん、こうすごくそこで、うんうん、俺は店をやりたいと思って、うん、高校を3ヶ月で辞めて、うん、で、飲食店に就職するわけですね。高校を3ヶ月辞めたの。そうです。マジか。そうです。うーん、でその後に、まあいろんな経験をしたいなと思って、うんうん、県外に出て、うん、飲食店の経験をさせていただいてですね、うん、その後23歳の時に、宇和島市で、うん、5坪ぐらいのぎゅうぎゅうの14席かな、うん、お店を、オープンして、まあ、8年間やっていくわけなんですけど、うんうん、まあその勢い全てこう勢いでいってるもんですから、うんまあ、なかなかすごく最初は大変だったんですけど、うんうん、まあその中でもこう、うん、いろんなお客様に、うん、あの愛されて、うん、なんとかやってこられた中で、うんうん、交通事故になっちゃうんですね、うん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 、仕入れ行ってたら交通事故にあって、うん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 、でそこでもうあの足の骨がバラバラになっちゃってですね、うんうんうん、まあ、もう何もできないということでやめたんですけど、うんうん、でそこから
こうちょっと一時もう、うん、何もしたくないなと思いながらも、うんうん、まあいろんな人との出会いがあって、うん、ですごく、まあ、お世話になってる先輩とかもいるんですけど、そういった先輩に、うん、とかと一緒に、うん、まあ経営者の方がいっぱいいるとこなんですけどね、うんうんうん、まあ、そこで関わっていくうちに、うん、またちょっと自分のやりたいことをもう一回やってみようというところで、うん、で何が好きなのか、うん、3歳の頃から考えました、考えました、うん、もう英才教育受けてる、思い直しました、うん、もうそこで僕すぐ思い立ったら行動で、うん、すぐ大阪の鶴橋に行って、うん、頼み込んで、うん、教えてくれと、うん、で教えていただいて、うん、でさらにこうお肉のまた勉強も独学でもしながら、うん、またさ、再起してお店を、うん、11月29日2018年かな、うん、に、立ち上げるってお店をやりましたっていうのが流れですと、はい、そのいい肉っていう焼肉店を始めるまでの流れです、そうです、おお、なんか途中途中、はい、聞きたいところがいろいろあったんですけど、はい、そのなんだろう、に肉になる前に5坪で始めたお店はどんなお店だったんですか、うんうん、まあ軽食を出してお酒も飲めるみたいな、うんうんうん、まあカフェバー的スタイルで、うん、そこにうちの奥さんが来たんですか、ね、そうですね、はい、ああそれがなんか洋食屋さん、そうですそうです、洋食とか、ああそういうことか、うん、そこで知り合ったのが最初でしたね、うん、でもその前もいろいろやってるでしょ、そうです、その前もいろいろ市内の和食料理屋さんにいたりとか、うん、で、香川県とか、うん、まあいろいろ本当いろいろやりましたね、いろんな、うん、バーもやったりとかしてた、バーもやったりしてましたですよね、はい、でその流れで結果洋食店に、うん、洋食店、その5つもの洋食店はどこでやってたんですか、中央町、市内の中央町でやってました、中央町、中央町広いな、大体どの辺ですかなんて言ったらいいんだろうな、結構ローカルな話になるんですけど大丈夫ですか、これ、うんうん、昔丸の内プリンスっていうパチンコ屋さんがあったところの裏通りのちょうど裏向かいぐらいですね、うん、全然わかんない、はい、全然わかんない多分聞いてか 6年しかいない人間は全くわかんない、はい、まあまあ中央町あたりで洋食屋をやってて、でその後ちょっと交通事故があって、うん、でちょっとしばらくなんだろう不毛な時間を過ごして、そうですね、でもやっぱりちょっと何かやりたいなと思った時にお肉が、うん、そうです、降ってきた、そうです、11月29日生まれの、そう、あもうこれしかないと、これしかない、もともと11月29日生まれだってことは意識しとったんですか、いやずっと言ってます、あ意識しとった、うん、あもうちっちゃい頃から、うん、ああそういうことか、で友人に11月28日の人がいるんですよ、うんうんうん、あ庭の人ですねみたいな、庭の人はダメだね、肉の人、いやダメじゃないダメじゃない庭、いい船の人がいたりとか、庭の人、肉の人何どう違うんですか、いい風呂がいていい船がいていい船がいて庭がいて、あいい庭がいて、いい肉がいる、そういう流れができてる、ああじゃあ30日の人はちょっと寂しい、そうそう30日の人はもう全然一緒のいてさっていうところで、さおの人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 、大丈夫ですかねこれ11月1日からちょっとつけようや、そう、そうですね、いい何々、いい何々、これまだ続けるんですか大丈夫ですかねこれ、よかった、ご食べなくていいですかご飯ちょっともうなんか一人でちょっとこうつぼってるそっかそっか、了解了解、はい、ちょっと考えてみよう、E01E02E03 ちょっと考えてみよう、ちょっと考えてみよう、わかりました、うんうん、はい、今ですか、いや今びっくりした、今しなくちゃいけないの、はいはいはい、今でもいいよ、あ今でもいい、今じゃなくていい、あとあとで、はい、了解で、はい、はい、まあそんな感じでいい肉の小林さんです、で、小林さんが今何をやってるのかっていうお肉に関する話をちょっと今日は聞きたいなと思って小林さんを呼んでますが、じゃあ、小林さん、ごめんなさい、いい肉の話で出ちゃったんで、いきなりいい肉のちょっとこんな感じのお店ですっていうのをバーン、あちょっとちょっと寄ってもらっていい、あ、はい、ちょっと寄ってもらって、はい、でかいね、でかいね、でかいね、こんな感じのお店を商店街でね、はい、そうです今やってますと、はいはい、で次いきますかね、そう、いい肉というその焼肉屋さんをやってるんだけど、
まあコロナの問題もあったりとかして、うん、なんかやっぱりお客さんの足もちょっと少ない中で、ここでちょっと業態転換というか、まあイニクはそのお店をやってるにしてもちょっと一つ業態転換、ちょっとそこ説明してもらっていいですか。はい、まあ、はい、そうですね、まあ、外国から日本にやばいウイルスが入ってきたぞっていう、うん、いう話が結構出てきた時に、うん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 、これもしかしたらやばいんじゃないかなっていうところで、その精肉の許可を、まあ、店舗の整備をして取っていくわけなんですけど、うん、まあ、それをしていく上でですね、やっぱりこうテイクアウトとか精肉の、もともとそういう話があったんですけど、飲食店だけじゃ無理なんですね、うん、許可的に、うん、なんでやっぱそういった設備を整えて、うん、そういうこともできるようにしていこうというところが、うん、まず第一歩でした。はい、が精肉、はい、という精肉っていうと、なんかね、僕も小林くんと話してて、なんか精肉やるんですよって言われた時によく分かんなかったんですよ、うん、っていうのは、まあ、いわゆるこうお肉屋さんをやりますよと、そのインターネットなり店頭なりでその塊のお肉を売るっていう作業じゃないですか。でもそれは普通にできると思ったんですけど、でも一応ちゃんと許可がいるんですよね、それってね、精肉を販売するっていう許可がいる。そうです。でその許可を取った上で、自分が仕入れてるお肉をその塊ないしスライスをして売るっていう、うん、はい、その生のお肉のままで売るっていう許可を取って始めたと、はい、うん、はい、っていうのが、精肉ってところですね。で精肉をするために実はちょっとこう一生懸命やってることがあって、それをちょっと順番にやっていくんですけど、これは何の写真ですか。これはですね、うん、生まれたばっかりの子牛ですね。まあ、生まれてばっかりっていうよりか、まあ、そうですね、 1,2 ヶ月ぐらいの子牛ですね。1,2 ヶ月ってこんなに大きくなります。なります。もうすっごいでかいですよ。人間ってやっぱりどれだけ無力なのかって思いますよねそう考えると。だってもうすでに立ってるし、1,2 ヶ月で、でなんなら襲われそうだし。そうですね、ガツン、まあ、元気なんで、ね、生まれたばっかり、うんうん、もう戦う気満々じゃないですか。それはまだ、うんうん、はい、分かんないですよ、はい、いや僕も会ったことないから、はい、この人にかこの人じゃこの牛に、はい、この牛に会ったことないから分かんないですけど、でももう戦う気満々でしょ。戦う気満々です。こっちがなんならこうやってやったもんならウィーってくるでしょ。そう、ウィーってきます。食ってますよね、もうすでに。赤ちゃん考えられないじゃないですか。お酒飲んでます。泣くぐらい。大丈夫ね、はい、うん、ちょっと飲んでます。飲んでます。はい。よかった。はい。で、これは、はい、これはですね、うん、まあ結構引きで取ってるんですけど、母牛って言って、うんうん、母牛、まあ繁殖農家さん繁殖させるところっていうのは、うん、まあかなりこの母牛の精神状態というのはすごく神経質で、うん、まあ本当に近寄ろうもんなら、それこそだとなんて言うだろう、トラブルが起きたりとか、牛同士が喧嘩したりっていうぐらいの神経質なところがあるんで、これ実はこの写真撮った時って朝の5時ぐらいなんですね。で朝ごはん食べてる瞬間を見計らって写真を撮るっていう、遠くからぐらいの気をつけようじゃないとちょっと近づけないんですね。ご飯食べてる間はまだ落ち着いてる。まだ落ち着いてます。でもよーく見たらね、こっち見てるんです。見てます、ね、はい、確かにちょっと拡大できないのがあれですけど、うん、見てますね。まあそういう母牛がいて、はい、でさっきの子牛が生まれてくるっていうことですか、はい、じゃあ母牛っていうのはやっぱりそういうふうにもうデリケートな存在として常にちょっと奥の方でしっかりと守られてる。そうです。まあ、この子牛農家さんに行った時、うんうん、結構ご老人のご夫婦がやられてるんですけど、うん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 、その人以外はもう絶対近づけないっていう。その2人が行く分にはまだ、うん、大丈夫だそうです。大丈夫もちろん、はい、あ、よく分かってるんですね、牛も。そうです、結構頭いいですよ。おお、そっか。でもその母牛にもやっぱりちょっとどうしたって寿命があるじゃないですか、はい、で生まれてから何歳ぐらいから何歳ぐらいまで母牛でいられるんですか。ですね、うん、まあ、何回産むかはちょっと分かんないんですけど、うんうんうん、何歳かもちょっと分かんないですね。分かんない。それはもうそのやっぱり育ててる方々のそうですね。でまあその今行われてる、結構いろんな団体を行ってるのが、うん、その母牛とか、うん、
で子供を産んで亡くなった牛っていうのを食べるっていう、うんうん、まあ普通だったらその価値がつかないんですね。なんだけど、まあ、そういったものもあの命を大切にいただくっていうところで食べていくっていう活動をされてる、うんうんうん、最後にいただいて、そうですね、はい、終わるっていう、うん、でもなんとなく思うんですけど、その人間だったらやっぱり子供を産める期間っていうのは一緒で決まってるわけじゃないですか、うん、であの産めない期間が後にすごくいっぱいあるんだけど、うん、牛っていうのは別にそんなことはないって、そんな感じなんですかね。まあでもあの、うん、年、まあ、何回とか大体何回産むとかっていうのは決まってるらしい、うん、その回数はちょっと分かんないんですけど、はい、そっか、そこ知りたいな、平均的に、はい、ちょっとウィキペディア、知りたいな、いやウィキペディアの情報はいらないです、リアルなところで電話して聞いてみましょうか、ね、いや今はちょっと夜遅いので、さすがにご迷惑だと思いますので、はい、今日はいいとして、またちょっと調べておきます。分かりました、うん、ぜひぜひ、はい、じゃあ次いきますかね。はい、これはなんかあのね、あの小林さんが、ね、仕入れしてるというか、はい、してるところの牧場の牧場主さん、そうですね、牧場長さんで、うん、まあ、宇和島の方なんですけど、去年、令和2年度の共進会という、はい、まあ、賞レースがあるんですけどね、はい、で愛媛県でナンバーワンを取ってる方で、まあ、あの過去5年ぐらいでも結構いろんな賞を取ってる方なんですよ。で、まあ、そのこれ今の写真は、うん、先ほどの子牛っていうのは、うん、1回子牛農家さんで出荷されるんですね、うんうん、まあよくあるパターンの話をするんですけど、うんうん、子牛農家さんで出荷されて、うんうん、その牛が競りに1回かかるんですよ、はい、でその競りの前に、うん、例えばこの牛に病気がないかとか、うん、肉付きはどうかとか、どういう牛に育っていくのかとか、うん、血統とかを、よく見ながらチェックして、うん、それが次のページかな、これですか。そうですね、こんな感じで、うんうん、ここでチェック、まあ、そうですね、1ヶ月に1回、うんうん、野村の、センターがあるんですけど、うんうん、競り場が、うん、でそこに、まあ、大体140頭から200頭、多い時200ぐらいかなって聞きましたけど、うん、ぐらい出荷されていきます。これ全部和牛の子牛ですね、うん、はい、をその各々の地域から集中させて、そうですね、愛媛県中から、はい、でこれ写ってるの小林さんじゃないですか。違いますよ。あ、違うんだ。これ違います違うの。違います。めっちゃ小林さんやこれ違うんだ。ちょっと違います。あ、了解了解。これ誰なんですか。知らない。あの谷口さんです、ね、谷口さん、ああ、うん、そっかそっか、谷口さんがじゃあ今チェックしてる。そうです。ああ、はい、その各牛をチェックしてるやつを小林さんが後ろでカシャッと。そうです、はい、あ、了解。あ、びっくりした。はいはいはい。だからそこでまあチェックされたやつがでもその段階では何も決まらないでしょ別に。あ、決まらないですね、はい、で競りになった時に、はい、あ、次お願いしていいですか。でここで競りが始まる。そうです。この真ん中の棒に、うん、ロープ、まあ、花輪にくくられたロープでぐるぐる回るんですね、うん、でそれを見ながら、うん、最初に、どこの、どこの、まあ、牧場から出荷されたものとか、うん、あと病気があるかない か,、うん、か肺炎があったとか、まあ、本当人間と一緒で風邪もひくんですよ、牛って、うんうんうん、だからそういった情報をちゃんと開示されて、うん、で、例えばイボ一つでも言うんですよ、イボありとかって。でそういうのがあった上でぐるぐる回りながら、うんうん、ボタンを押していくんですね。多分次の画面にその出てると思うんですけど、あ、違いました、ごめんなさい、ごめんなさい、後ろの方にですね、出せてないな、ごめんなさい、後ろの方にですね、さっきの前の画面の、右奥ぐらいにですね、あの座るところがあるんですけど、ここでボタンを押してですね、はいはい、いくらっていうのが競りで決まっていくっていうのが、はい、設定する。そう、何十何万何千何千何千、押してるうちに値段がブワーって上がるんですよ最初。はいはいはい、はい、最初はね、ちょっとうる覚えなんですけど、多分2人か3人ぐらい押さないとスタートしないんですね、その値段が上がっていくの。はいはいはい、で押しているうちはずっと値段がビーって上がっていくんですよ、うんうん、5上がっていくと。そうです、そうです。うん、まあ、このグラフで言うと僕が見た中で一番高かったのは大体90万ぐらいかなっていう。実際こう、押してる時にこうデジタルの数字を見るんですか。そうです。あ、いや、あの電光掲示板が真ん中にあるんですけど、はい、あそこに数字がもうずっと出てるんですよ。もう何十、30万スタートとか。1個だけ？それぞれでは見えないでしょ。だって押してる、あ、そう、誰が押してるか分かんないです。
マジ？そうで、だからもうあの膝の下にみんな隠して押してます。あ、で押してるかどうかはまあ置いといて、うん、で、誰が押してるのか分かんな い中で、その電光、その中央にある1個の電光掲示板が上がってたり、うん、止まったり。そうです。で、その1人に、まあ、ボタンを押してる人が1人になって何秒かしたらビーって。ああ、押し続けてる人が1人いるんですか。そう、最後に押し続けてる人が帰るっていうシステム。だからマックスになってる人は常に押してる、うん、そうです。あ、でそれ以上に押した人がいたら、うん、その人がもし押してたとしたらまたさらにそれが動き始める。そうです、そうです。おー、結構ドキドキするって言ってました。まあ僕も実際隣に座ってみたんですけど、うんうん、まあもうすごいやっぱみんな真剣で喋んないですよね。で自分が参加してない時は喋ってんで分かりやすいなと思うんですよ。え、単位的には1000円なんですか。1000円ですね。1000円、はい、あ、いやでももう本当に万円レベルでこうどんどん上がっていくでしょ。万円レベルで上がっていきます。そんなもんじゃないですよね。いやもう本当にで、え、それってこう上がっていくの、こう上がっていくの。いや早い時はもうバーッと上がりますね。え、でな、止まって何秒なんですか。いや止まって何秒かちょっと忘れたんですけど、止まってでも多分3秒から5秒ぐらいじゃなかったかな。それぐらいの感覚、僕の感覚ですけど。結構そこちょっとドキドキやで、決まったらビーってなって。面白い。あ、そうなんだ。まあ、大体150頭ぐらい、僕が見に行った時150頭ぐらいです。だそうです。はい、すっげえ、はい、すっげえ売ればいいっすねこれ。うん、ほんでこれが出荷される前のお牛さんですと。そうですね。はい、あ、じゃあまあここまで来たらもう大体あのここについてる札じゃないですけど、はい、あれで大体誰のものかみたいなのが決まってて、そこからトラック乗せられていくっていう。でトラック乗せられていって、はい、で、あ、そうか、もう一個、もう一個お願いします。あ、そう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 、こういう、こう森の山の中の牧場に。はい、まあ、宇和島にはですね、だいたい、4軒5軒あるんですけど、うん、牧場が、うん、まあ、その中でもうちが、飼ってるあの牧場さんをフォーカスさせてもらったんですけど、本当、うんうん、まあ、山の奥で本当、民家もないようなところですね、うん、静かなところで、うん、牛さんはドテンと寝て、うん、あの今から何をされるのかも分からない中で。あ、そういうこと。でそこでまあ、 あのリラックスして、そうです、はい、しばらく過ごして、まあ余生かな。そうですね、いわゆる、うん、ね、人間でいう余生を過ごして、はい、最終的には僕らの、血と肉となるような形になってやってくると。そうですね、はい、まあでもこの牧場には本当にいろいろ思いがこもってて、うん、まあ牛の気持ちは、まあ牛ってまあもう本当にもうしか言わないですけど、うん、四六時中本当牛のことをもう多分みんな考えてると思うんですけど、うん、ちょっとしたまあ大体3頭から5 4頭ぐらい一部屋に着くんですね、うん、でその中でやっぱりこう合う合わないがいるんですよ、うん、でそんな、そんなところをすごく観察するんですよ、うん、もう大事なことは観察って言ったんですけど、うん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 、で、しかもあの床に敷くおがくずも、うん、本当県をまたいでそこのわざわざ牛専用で買いに行くぐらいのこだわりで、であとお水は山奥、裏の山奥200メートル先から直で川のお水、そうですね、こちらの200メートルぐらい奥、もう本当にこう鹿とかもあんまり出ないから水きれいなんだって言ってたんですね、うん、まあ、そういうお水を引いてきて牛に飲ましてるっていうところで、うん、はい、まあ、そのぐらい気を使って最後 そのリラックスした状態を牛さんに作ってあげると、はい、でその上で最終的には、まあ、出荷されていくっていうことになるんですか。さっき谷口さんと電話してちょうど電話したんですけど、うんうん、こういうの出るんですけど、牧場の思いを教えてくださいって言ったら、うんうんうん、結構寡黙な方で、うん、いいよみたいな走る感じだったんですけど、うんうんうん、まあでもやっぱり30分ぐらい話したのかな電話で、うん、本当にこうお客さんというか、まあ、僕らはまあ売る側なんですけど、うんうん、まあ、口に入るまで本当に、うん、しっかり美味しいって言ってもらえるまでが勝負なんで、うんうん、でそこに責任を持ってですね、まあ、命を、扱う者としての責任を持って、しっかり、した、まあ、
衛生管理だとか、うんうん、お肉の質だとか、うん、そういったものを届けたいっていう話はされてましたね、はい、面白いですね。その牛をその育てる方がいて、うん、で最終的に販売される方とがつながって、はいはい、で途中のいろいろな過程があって、うん、でそこにもお互いやっぱりこう意識を向けながら、うん、結果的に美味しいものを届けていくと、はい、でそれがいい肉のなんだろう思いっていうか、そうですね、ね、いい肉もう11月29日生まれでいい肉ってちょっともうなんかこう年齢詐称してるんじゃないですか。詐称どういうことですか。あ、ごめんなさい、年齢は別にいいか誕生日はいい、本当に11月29日じゃない。あとで免許証出してるサムネイルかなんかいやもうありえないなと思って、ね、お父さんお母さんが改めてすごいですよね、そう考えたらね。ありがたいことです。11月29日に産むぞこいつをっていう、帝王切開だったらしいんで狙ったんかなと。あお父さんお母さんがそこで産んでくれたから、うん、いい肉に出会えて、そうですね、で肉にこだわりを持ってやれるっていうのはすごいですよね。なんか全てがつながってるような気がして、うん、谷口さんっていうその牧場の方との出会いも含めてね、うん、そうですね、すごいなと思いましたね。そう、そんなこんなで僕はあの今僕の宣伝させてもらっていいですか。あのここ一番屋をやってるんですけど。本当ですか。そう、そうなんだ今度そうだったんですか。そうそう、あの宇和島と大野でここ一番違うんですかあのここ一番やってるんですけど、実はね、あのこの宇和島さんの、お肉を使った、カレーを今度ね小林さんと一緒に、販売させていただこうかなというふうに思ってまして、まだちょっとどのタイミングで販売できるかっていうのはまだ決まってないんですが、今は鹿、バツノ町の鹿を使ったカレーを販売させていただいてて、それが終わったらまた次宇和島さんの牛肉を使ったカレーをちょっとこれから考えさせて、もう大体ね商品としては出来上がってるけど、うん、今言っちゃったら面白くないんで、まあ、もうちょっと後であの公開させていただいた上で。あ、出ないですか。はい、出ない出ない出ない。いや、これあの収録じゃないからライブ。あ、ライブ、はいはい、ごめんなさい。なのであの皆さんもまたあの期待してあの見守っていただけたらなと思いますので、はい、ということで、細井さんは今日も多分帰ってこないのかな。これ僕が切っちゃったか、パソコンどこ行った、パソコンがある、あ、パソコン下ろされちゃったから、うん、もう多分細井さんは帰ってこないなと思うんで、まあ、時間的にも33分なんでちょうどいいかな。はい、もう終わるんですか。そうなんよ、30分一瞬でしょ。30分一瞬ですね。ねえ、面白いでしょ。なんかメールとかコメント来てないですか、ね、いやーもうメールでとね、そうなんですよね、 YouTube のコメントはちょっと今のところ閉じてっちゃってるから。なるほど。そう、あのインスタに来てたらあれですけど、うん、まあでもあのアーカイブで、あ、わかりました、メッセージ残りますんで、はい、まあ多分これから先もっともっとあの視聴者さん増えたらどんどんコメントもいただきたい。僕の中では3万人ぐらい見てるテンションでやってます。あ、いいですね、はい、うん、それがやっぱり僕らのやっぱり大事なところですよ ね。あの何人見てようが一人見てくれてたら一生懸命やるっていう、それが一番、はい、っていうかもともと演者なんでしょ、いろいろな意味で。いやいや、もう僕はもうラジオでやってた。いやいや、もう俺何もしてないです。ラジオでラジオでやってたし、こういう YouTube はやってたことあるんですか。 YouTube はやったことない、まあ、バンドはずっとやってましたね。あ、バンドか。10代の時から、はい、じゃあここの後ろでバンドやってる様子を誰かとやりながらっていうので、はい、爆音になりますけど大丈夫ですか僕 XJAPAN でやってたんですよ。そう、歌うやつ。歌う方。そんな高い声出んの。できますよマジで。そん高い声出んの。出ます出ます。ほんと、意外。どっちかというとこう低い声の歌のなんかしんみりした歌を歌いそう。全然歌うんですけど、ね、だからもう家で練習するときはタオルを口に巻いてこう音がこう出ないの、ね、それ練習になるの。ウェーってやるの。ウェーってやってます。今度ちょっとなんだっけ、ファーストテイクやりたいね。ファーストこれで出る。そうそうそう、やりましょうかやってくださいよやる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 。本田さんも歌ってもらう。やる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 。じゃあ俺何しようかな。ケミストリーしましょう。ケミストリー一緒に。難しそうな歌は無理だな。難しそう、うん、なるほど。難しそうな歌は無理だな。わかりました、はい、じ
じゃあ、ティーボランぐらいで。あ、ティーボランいいね。ティーボラン。ティーボラン好き好き。うん。ティーボランでしょ。じゃあ同じ歌でこれあのこの後11時からやりますかじゃあはい、ということでもう今日はあのお肉の話をたくさんしていただきました。ありがとうございました。ね、宇和島でもうちゃんとそうやってね、どっちかというと水産関係があのクローズアップされるし、ね、みかんっていうところがクローズアップされるんだけど、はい、でもお肉っていうところに関しても実は伊予の伊予牛絹の絹絹の味絹の味っていうブランディング、はい、ブランド牛があるんだけど、それの宇和島産っていうのがあって、愛媛県を代表するお肉がさまざまな地域で作られてるんだけど、その宇和島産の牛肉が実は愛媛県でナンバーワンです。去年ナンバーワンになりましたと、はい、ということで南予の方の牛肉も実はあの水産もすごいし、みかんというかそういう農業もすごいし、そして牛肉もすごいっていうところで、やっぱり一次産業すごいな、宇和島は南予はって思いますので、まあこれからもそういうようなことを発信してねいけたらいいなと思いますので、はい、今日はありがとうございました。もう終わるんですか。はい、もう終わりもう終わらせてください。はい、すいません、終わらせてください。はい、今日も美味しかったです。はい、美味しかったです。ありがとうございます。ランチやってるんですか。あ、ランチやってます。ランチやってます、はい、あのいい肉でランチやってますんで、あのぜひあの使っていただけたらなと思います。ランチのディナーもやってます。ディナーもやってます。はい、はい、うん、で、はい、どっちが おすすめですか。どっち、ディナーとランチどっちに来てほしいですか。どっちも来てほしいなと思ってます。どっちも来てやっぱりでもあのランチはお得ですし、はい、そうです ね、いや、ちょっとこんなのがあって、これがそうです、サーロインです、ね、300円でしたっけ。300円。違う、カット、違う、カットカットできない、カット何もでしたっけ。それですね、1680円。1680円。高っ、高っ、高っ、和牛高いんだそうね、でもね、めっちゃ美味しいです、これ。めっちゃ美味しい。はい、あのランチ、普通のランチは難しいかもしれないですけど、1ヶ月に1回、自分へのご褒美。そうですね。でね、頼んでくれたらいいなって、ね。お家で、ね、食べる分かな。そうですよね。はい、すいません、はい、ありがとうございます。まあ、暴言もいろいろありましたけど、はい、暴言ちょっと、タッカとかね。ああ、いいです、いいです。いや、僕、そういうのいいです。愛情が感じられる。そうそうそうです、はい。ありがとうございます。はい、あの今日はいい肉の、小林さんに来ていただきました。ありがとうございました。明日は実はね、面白いあの宇和島クエストのちょっと会員さんで、あと中谷さんっていう面白いお兄ちゃんがいるんですよ。知ってます。明日僕来なくていいんですかね。明日は来ない。あ、いいですか。明日は後ろの方で。あ、わかりました、はいはい、見ていって、はい、中谷さんっていう人がいて、はい、まあ、インドに行かれて、ちょっとインドで、インドの会社に働かれてたりとかする方で、あと結構、なんだろうな、今懐かしきレコードを持ってたりとか、まあ、あのそういうなんかちょっと今の人たち、僕と同じ、いや、ちょっとね、下ぐらいなんですけど、3つ4つ下の人なんですけど、なんか不思議な感じを醸し出す。人がちょっと来てくれるんですよ。実はね、特に何のテーマもないんです。なるほど、はい、だからとにかくなんだ、中谷さんの魅力を僕が困ったら電話してください。そう、引き出せるかなっていうところがあるので、はい、中谷さんが明日来てくれますので、はい、明日もあの愛媛市マップに頑張りますので、よろしくお願いします。お願いします。ということで今日は小林さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、あの最後まで見ていただいてありがとうございました。では今日はこれでおしまいにしたいと思います。じゃまーす。